奈良市の市長の宮本大輔です。8月8日木曜日第324回目の発信です。この動画は平日の水曜日または木曜日に発信しております。字幕が出る設定にできます。概要欄に内容の詳細、関連情報のリンクを掲載しております。コメントも書き込めます。回答が必要なご質問、ご意見につきましては市役所ホームページから市長メールなどをご利用ください。いつもご視聴いただきありがとうございます。 ぜひ、この動画の内容を周りの方に広めるなど、積極的にご活用ください。習志野市公式 YouTube チャンネルへの登録もお願いいたします。また、新着動画のご案内を LINE の習志野市公式アカウントで希望されている分野に合わせてお知らせしているほか、X や Instagram でも発信しておりますので、合わせてご利用ください。それでは、本日はこちらです。 重要、木造住宅に関する耐震化補助金について七志市木造住宅耐震化補助制度についてご紹介いたします。ご存知の通り、耐震とは、地震に耐えうる力のことです今年の元旦に発生した令和6年能登半島地震においては、亡くなった方のほとんどが家屋の倒壊によるものでした。 ままたただにに長期にわるる避難生活が続いていて状況もあり習志野市では千葉県を通じて依頼を受け甚大な被災地の一つ石川県珠洲市に4回にわたって6人の応援職員を派遣いたしましたが住家のり災状況の判定業務を担当した職員からの報告によると全壊している住家のほとんどが昭和56年。 1981年に改正された耐震基準を満たしていない木造の建物だったということで木造住宅の耐震化を促進することの重要性を実感しましたこのことは国や千葉県においても共通の認識でありそこで習志野市では国や千葉県の補助を活用しながら市民の皆様が お住まいの木造住宅について無料耐震診断や耐震化費用の補助をより積極的に実施しております住宅の耐震化は命や安全を守るためはもちろんのこと家屋が住居としての機能を保てていれば避難所に避難することなくご自宅で生活を続けられるかもしれないという点でも優れています このことは避難所運営の負担を軽くすることができることにもつながり本当に避難所が必要な方への支援にもつながりますですのでぜひ本日ご紹介する制度について関心を高めてください行っている補助については大きく分けて無料耐震診断と耐震化などの費用補助がありますが対象の木造住宅はいずれも 平成12年、2000年の5月31日以前に着工されたものとなっておりますその他市内にあること自己所有である2階建てまでの1戸建てで実際に居住していることなどが条件となります昨年度までは 昭和56年1981年以前に着工された建物を対象としておりましたが今年度からは拡大しておりますはじめに無料耐震診断についてご紹介いたしますと内容は市が委託する建築士が図面等をもとにご自宅で簡易的な診断を行うものです まずは、お住まいの住宅がどの程度の耐震性があるかを知っていただくことがとても大切であり、普及啓発を目的に無料で実施しております。お申し込みは、設計図面など建物の構造がわかる書類をご用意の上、来年1月10日までに市役所4階建築指導課までお申し込みください。 なお今年度は非常に多い申し込みをいただいておりまして当初の受付枠を拡大して受付を継続しておりますがお待ちいただく場合がありますのでご了承ください次に耐震化などの費用補助についてですが精密診断費用と耐震改修費用の補助金となります精密診断費用の補助については住宅の構造などを詳細に診断するための費用に対して3分の2 8万円を上限に補助するものでこの診断結果は耐震改修工事の設計に活用することができます次に耐震改修費用の補助については来年の2月15日までに建物全体を耐震化する工事の費用について工事費の5分の4上限100万円を補助するものです なお工期や費用負担の面で困難となる場合が想定されることから今年度から例えば1階部分だけ先行して耐震改修工事を行い翌年以降に2階の工事を行う場合など2段階で行う改修工事も対象といたしましたこの場合それぞれの工事を2月15日までに完了させることを条件に工事費の5分の4 上限50万円を補助しますこれらの補助制度を活用する際は、市役所4階の建築指導課の窓口まで直接、もしくはお電話にて必ずご相談ください。なお、耐震化などの費用補助につきましては、年度ごとに受付枠が決まっておりまして、その枠が埋まり次第受付終了となりますので、検討されている方はお早めにご連絡ください。 耐震基準は、新築する建物が地震による被害を最小限に抑え人的被害、物的被害を防ぐための耐える力を持っているかを測る基準です建築基準法や施工例によって定められているんですけどもこの基準は震災の経験を踏まえ定期的に見直され、最新の研究成果が反映されています 法律の制定は戦後の昭和25年、1950年ですが、その後、十勝沖地震、宮城県沖地震、阪神淡路大震災、東日本大震災と大きな災害が起こるたびに改正されて今日に至っています。制定や 改正前の建築物には最新の基準は適用されないので違法ではないんですけどもこの基準を下回っている建物は耐震化されていないということになります今後高い確率で発生すると言われている首都直下型地震などに備えぜひ市の補助制度を活用してくださいまた住宅の耐震について 不安なことや相談したいことご不明な点などがありましたらお気軽に市役所4階の建築指導課にご連絡ください以上重要木造住宅の耐震化補助金についてのお知らせでした続いて次回の発信までに実施される主なイベントのお知らせです 来週は祝日がありますので配信はお休みさせていただきます次回は再来週の発信となりますのでそれまでに開催される主なイベントをご紹介いたします明日8月9日金曜日の午前11時から秋津にある新奈良市の公民館にて令和6年度奈良市の市長崎原爆死没者慰霊及び平和記念式典を開催いたします 習志野市は千葉県内で初めて昭和57年1982年に核兵器廃絶平和都市を宣言し毎年8月6日の広島9日の長崎への原爆投下時刻に合わせて市内全域に黙祷を呼びかけ式典と献花を行っております原爆投下から79年が経ちました 県念による風化を防いで平和で豊かな世界を将来も維持するためにぜひみんなで関心を高めご協力ください。8月1日土曜日11日日曜日の2日間袖ヶ浦西近隣公園にて袖ヶ浦団地自治会主催の袖ヶ浦団地盆踊り大会が開催されます。8月17日土曜日18日日曜日の2日間詐沼三丁目児童公園にて 鷺沼連合町会主催のさぎ沼フェスティバルが開催されますまた屋敷にある天津児童遊園では屋敷連合町会主催の屋敷ふれあい農業大会が開催されます8月17日土曜日のみのイベントとしては藤崎小学校校庭にて藤崎連合町会主催の藤崎夏祭りが開催されます また東七市の八丁目ふれあい広場では東七市の八丁目農業盆踊り大会が開催されます本日のお知らせは以上となります8月6日は黙祷のご協力ありがとうございました昨日は立秋暦の上では秋が始まりましたそんな気配を全く感じない暑さですがゴールは見えてきましたがんばれ日本